I'm here to talk to you about a simple idea. 今日はシンプルなアイデアについてお話したいと思います。億万長者になるためのアイデアです。皆さんすでにいくつかアイデアをお持ちかもしれません。それがどんなアイデアであれ、ちょっと隅に置いておいてください。なぜなら今からお話しする話というのは既存の億万長者の概念とは一切関係ないものなんです。でもとても価値のあるものです。では一緒にそのアイデアを見つけましょう。現在の世界における成功の方程式、いわゆるメディアや目にするほとんどの話というのはこちらです。金は天下の回り物ですね。でもこれは本当に真実でしょうか？私たちは経済力イコール成功、もしくは仕事の成功イコール人生の成功とみなしがちです。ただこれには問題があります。例えば武器の取引を見てみましょう。これはとても分かりやすい例です。世界の武器取引は毎年平均400億から600億ドルに上ります。とても儲かる商売ですし、関わっている人々は既存の成功モデルでは成功と言えます。けれど問題は、武器は外部へ多大なマイナスの影響を与えるということです。私たちの多くにとっては武器取引は命を育むものでもなければ幸せを作り出すものでもありません。既存の方程式で果たして私たちはどんな結果を得ているんでしょうか？もし私たちが小学生で成績をつけられるとしたら落第しています。もっとうまくやれるはずなんです。世界には大きな課題がたくさんあります。私たちの直面する課題は貧困に始まり、暴力的な過激主義、資源をめぐる争い、機会の大きな不平等などまだまだあります。もちろん完璧な人生なんてありません。でも私たちは今よりもっと頑張れるんです。結局のところ地球は一つしかないわけですから。ではどうやったらいいんでしょう？私が提案したいのは、まず私たちが一歩下がって地球の脳内の配線を変えるということです。新しい方程式を探し出すために地球規模の意識改革をしましょう。もう既存の成功の方程式というのは機能していませんから。では何が私たちを妨げているんでしょうか？もしより良い社会を作りたいのなら、そしてみんな望んでいることなのに、なぜ良い社会に到達していないんでしょう？時々人を怖がらせる恐怖っていうものがありますよね。恐怖ってそういうものです。けれど恐怖は成功するのにも必要なものでもありますから、恐怖を受け入れ、恐怖のない状態である必要があります。もしあなたが持っている潜在能力を発揮したいのであれば、恐怖こそが進むべき道なのです。恐怖とは素晴らしいコンパスなのです。ではどうすればたどり着けるんでしょうか？恐怖は何から来るんでしょう？責任なんです。責任って何から来るんでしょうか？実際に何かを成し遂げるときには責任が生じます。私がとても尊敬する2人の人物は、素晴らしいアイデアを持ったピーター・ドラッカーとガンジーです。ガンジーは言いました。世界に変化を求めるなら自らが変化になりなさい。ドラッカーは言いました。測定できるものは実行可能である。この2人の言葉を合わせると、世界を変えたい変化の度合いを数値化しなさいとなります。ではどうやって私たち一人一人の人生における良い行いの数を測定できるんでしょうか？私はこれをライフフォースナンバーと呼んでいます。とてもシンプルなんです。測定値は完全ではありませんが、人生における最も重要なことである社会貢献にどう取り組んでいるかを知ることができるんです。これから何人かの幸せな方々の話をします。彼らはハッピーで、なおかつとても成功しています。どれだけ稼いでいるかではなく、自らの人生に見出した価値によって彼らは成功しているんです。私は数年前にセネガルへ行き、この男性と出会いました。彼はエルハージといい、娘のエイミーの写真を持っています。エイミーは8歳の頃、ひどい殺人者に殺されてしまいました。
この殺人者は毎分一人の子供を殺しているんです。この殺人者とは誰でしょうか。実はカナンです。彼はこのひどい経験によってショックで何もできなくなるどころか、逆に行動に駆り立てられました。全く違うことをしようと決意したんです。本来ならこのまま流されていってしまいそうなことに対して立ち上がって、もうこんな状況を受けれないと決め、マラリアゼロのコミュニティを作ると宣言しました。どうやったんでしょう。鬼のように勉強し、さまざまな技術の使い方を学び、結果成功しました。とても一生懸命働き学びました。彼は本当にハッピーになったのです。一つの村を救った一人の男の話でした。不思議なことに、次から次へ助けを求める人が集まり、60の村が彼に助けを求めたんです。彼は5万人の人の命を救いました。かなりすごいことです。彼はモデルを構築し、国中がその影響を受けました。セネガル中が彼の技術を学んだんです。もし彼のライフフォースナンバーを計算すると、彼の勇気によって彼が今日までにプラスの影響を与えた人数は世界に約1300万人となります。お金はほとんどかかっていません。これは大成功と言えると思います。別の話に移りましょう。皆さん、2005年のハリケーンカトリーナを覚えているでしょう。アメリカで多くの人がテレビを見ていたように、その時ある女の子はこんな映像を見ていました。ハリケーンカトリーナによって破壊されたニューオーリンズの光景でした。でもこの10歳の少女は普通の10歳の子供ではなかったんです。何かしたいと思い行動しました。彼女は外へ出て近所のドアを叩いて回り、支援を募り始めました。それを地方の記者が取り上げ、全国放送にも出るようになりました。他の子どもたちは彼女が何をしているかを知り始め、電話をかけてくるようになりました。私たちは何をすればいい？仲間に入るには活動に参加したいんですと言って、彼女はとても忙しくなりました。彼女はタリア・リーマンと言います。はるか遠くに住んでいたにもかかわらず、彼女はニューオーリンズの人々に違いをもたらし始めました。どんな人であっても、たった10歳の子供であっても、とてつもない変化を与えられるということを彼女は証明しました。彼女は起こした変化とは何でしょう。一人の少女が一つの町から始めました。共に活動する1200万人の子供を集め、みんな一生懸命頑張りました。彼女たちが集めた1000万ドルはカトリーナ救援金においてアメリカのトップ5の企業寄付に相当するんです。すごいですよね。現在彼女は4大陸20カ国で活動しています。控えに見積もったとしても、彼女のライフフォースナンバーは2000万人以上です。彼女と比べると自分が怠けているように思います。次の話も興味深く珍しいものです。遺伝学者が人類に蔓延している疫病の治療法を見つけるんです。簡単なことではありません。彼が治したかった疫病とは飢餓のことです。アメリカでは大きな社会問題であり、世界的な問題でもあります。ではどうやって飢餓を治すんでしょうか。彼にとってはロックンロールが全てでした。でもこれっていかにも研究室で見つけられるような解決法ではなさそうですよね。シドとは昔からの友人で、ロックとロックコンサートを愛する男です。彼はコンサートのバックステージに食べ物がたくさんあるのを知ってから出入りするようになりました。最高のバンドには最高の音楽、最高の音楽には最高の食べ物がついてきます。でも無駄に廃棄されるのです。売店やまかないの食べ物の 10% が結局ゴミになります。シドはそれが問題だと考えました。そして一晩食べ物をもらえないかとエアロスミスに頼んだんです。150人に食べさせられました。翌週も同じことをし、夏の間中続けました。250ものバンドに頼みました。そしてスポーツチームや大学、学校なども回りました。アメリカ中の食べ物を集め始めたんです。私が彼に会った時に数万人に食べ物を提供していました。
私たちはこのアイデアを連邦政府に提出しようと決めました。2ページの法案を5人で書き上げ、議会へ提出し、可決されました。フェデラルフードドネーションアクトといいます。その法案は彼のアイデアがどんなにすごいものなのかを示してくれました。シドは昨年12月で10億人に食べ物を提供したことになります。彼のライフフォースナンバーは5000万人、いや、もっと大きいでしょう。私の見積もりは控えめですから。10億食の提供は一つのアイデアから始まりました。彼、やってくれますよね。最後は、1922年に人生のチャンスを探しに、海を越えてアメリカへ渡った少年の話です。木の幹のまま、持ってきたのは小さな馬のおもちゃだけでした。アメリカへ着くと、彼の母親と一緒に義理の父となる人と暮らし始め、義理の父から学校はもう終わりだ、やめなさいと言われ、つまらない仕事を強要されそうになりました。そして14歳で家出をし、学校の先生が大恐慌の真っただ中にもかかわらず、彼を一緒に住まわせ、衣服を与え、教育を与え、優しさの大切さを教えました。その少年どうなったと思いますか？面白いことに生涯において200社以上のビジネスを立ち上げ成功させました。後に類まれな慈善事業家となり、肺血小、がん、糖尿病の研究の進歩に貢献しました。コロンビア大学や米国議会図書館にも多大な寄付をしました。この女性のおかげで彼は世界に違いをもたらしたのです。1980年代にはアメリカで最も豊かな人物ともされました。既存の成功モデルと新しい成功モデル両方成功したんです。その人とは私の父でもあります。このおかしな洋服を着せられているのが私で、そして隣は母です。父の人生の最後に質問しました。今まで長い人生で出会った人たちの中で最も成功していた人は誰ですか？彼は少し考えてデュラットさんと言いました。誰でしょう？それはあの学校の先生だったんです。彼女が引き取った家出少年は一生かけて彼女に恩返しをするために働いたんです。世の中を変える違いをもたらしたのは父ではなくデュラットさんだったんです。彼女は超がつくほどの億万長者になりました。貢献というのは必ず報酬として跳ね返ってくるということです。10億に到達するにはたくさんの仕事をしなければならないですし、チームワークや勇気も必要です。でも全ては一人から始まるんです。一つのアイデア、一人の人、どんな人でもできるんです。つながりの力とアイデアの力を持ってすればとんでもないことができます。まさにあの4人のように。世界はヒーローたちを求めています。我々が現在直面している問題を解決するだけでなく、人生の新しい方程式を作りましょう。そうすることで私たちもデュラットさんのような億万長者になれるかもしれません。ありがとうございました。